はい、こんにちは。かっちゃんです。じっちゃん。今日は朝鮮トンネル。朝鮮トンネル何ヶ月ぶり？毎回言っとる気がする。4ヶ月ぶりぐらい。あのコウモリの一件以来だから。うん、4ヶ月ぐらいか。まあ、4ヶ月、うん。で、今日ね、4ヶ月ぶりに来て、誰かが置いてたんですよ。ここから来た時、マジ怖かったっす。よく置いて、こんなん置いて帰ったな。誰が置いてくんだろう、こういうの。すごい、なにこれ。琉球人形って書いてある。琉球人形。沖縄か。記念写真撮ろう。今日ね、定点カメラの人間さんをずっと撮影したいななんて思っています。あ、本当にその子撮り続けるの？あ地下地下行きましょう。行きましょう。あなた先導よ。さあ、いよいよ朝鮮トンネルの朝何時だった？昼12時か。あ、今1時ぐらいじゃないですかね。変わったことには星が。なんか変わった人がおるから。俺らもその中の一人なんだよな。俺らパーティーやってあ、でもここでもあれですな、息白いですな。本当に水を避けながら水びったびたやん。何かな。都会じゃ聞かない鳥の声。そうそう。すごいね。夜昼間来てるって言われるよ。ここ夜来るとだってもう怖いもん。怖いもんな。吉村心霊動画を上げてる人のセリフじゃねえな。あ、コウモリちゃんいない。あ？え、コウモリいないのか。あ、台風で全員飛ばされたか。風で。オーブ1個でも映りました。あ、全然でも今日確かになんか雰囲気違うな。軽いな。やっと通る。やっぱりこっちの入り口側の方が多いですか、ここのトンネルは。
コウモリか。コウモリですな。鳥怖い。はい。でもさ、皆さん、ね、朝鮮トンネル、ね、お昼の、なんていうかさ、いろんな心霊スポットがあって、あなたさ、来てみてくださいって言うじゃないですか、ここをマジで一回来てみてほしい。どこ？ここ。何で？一人で？いや、一人じゃなくてもいいけどさ、要はあの首絞めてくるっていうね。そうなんや、あの人どこ行ったんやろ。ここの幽霊はその首絞めてくる幽霊がいるっていうことで有名な心霊スポットで、なんていうの、数少ない本当にその人間に敵意向けたしな。そう、だから俺は首を長くして待ってさ、首を絞められるの待っとるのにさ、一向に絞められないから絞められたい。嫌なんだ俺、怖いよ。俺は首を長くして待っとるよ。でもここすんなり来れるような場所じゃねえもんな。あのそうですな、コンサートンネル、セガンの城あの2つアクセスしやすすぎる。でも向こう誰も来てないって言われる。いっぱい木が落ちと。ああ、ここがやっぱりセーフライン。ここから向こう側にいないみたいな。まあ、なんもないし。でもなんでこんなパーピーピーポーやったんだろうね。ここでパーピーって何やるんだろう。カラオケ焼肉カラオケルームにはなるぞ。天然のクーラー効いた。でもあれやろ、ねえだろ。あ、今車から持ってってるか。ただいまでございます。ただいま元気やな。なんでここに置くんだろうね。せめて置くのは違うからじゃないかなって。No. No. なんていうかさ、心霊スポットこうやって来てさ、毎回言うの申し訳ないんだけどさ、このあやっぱ怖いわってちょっと緊張するじゃない、で今歩いて帰ってきたじゃない、緊張解けるじゃない、ものすごいトイレ行きたい。あー